九条三家は、室町時代前期の九行。関白、九条京京の三男。官位は、十一位、関白、左大臣。号は、五三縁院。王英十一年十二月に元服。九条家では初めて、足利将軍家からの返記を受けた人物であり、室町幕府三大将軍、足利義満から、万の字を与えられた。はじめは父。 京共の一時と合わせて、万共と名乗り、後に、マンタスク、三井へと改名した。50年近くも年の離れた、イボアに、ダダ元に、後継ぎがいなかったため、その養子という形をとって、九条家十二大当主となる。欧恵十三年十三歳で、十三味に助せられる。同二十一年十二月には、右大臣、同二十五年十二月二日には二十五歳にして、 関白、左大臣に任せられる。これは、全関白一条京、次の死去によるものであったが、本来三井が次ぐはずであった、東福寺などの九条流の寺院の管理権を継ぐことができなかった。これは九条家の家臣が、東福寺領内で殺害されて、以来、両者が不仲であったためという。欧二十六年十一位に、少女されるが、同年九月には、 左大臣を、その後同31年4月には関白を辞任した。文安5年出家。文安6年5月4日、56歳で皇居した。九条家の家徳は、嫡男の成り家が継いだ。ありがとうございます。